して西日本鉄道が所有していた路面電車路線のうち北九州線と福岡市内線向けに新造された連接車について解説する北九州線向けの車両は1953年福岡市内線向けの車両は1954年から大量生産が行われ両系等の輸送力増強に大きく貢献した 福岡市内線では1975年に北九州線では路線が廃止された2000年に営業運転を終了したが一部車両は2019年現在も上都先の路線で活躍を続けている北九州線と福岡市内線には機器が異なる同一番号の車両が導入されておりさらに福岡市内線向け車両は4形式に細分化されていた この項目では以下の形式をまとめて解説する。第二次世界大戦により甚大な被害を受けた北九州市は戦後 GHQ の占領下で実施された傾斜生産方式と呼ばれる経済政策や1950年以降の朝鮮特需により八幡製鉄所をはじめとする工業地帯の生産が回復し始めた。それに伴い西鉄の軌道線であった。 北九州線の利用客も増加し、1950年時点の1日、利用者数が32万1800人であったものが1953年には35万9295人へと、膨れ上がった。西鉄側も、電力制限の解除に伴う続行運転の開始や、高頻度運転の実施で対応したが、一両あたりの、 定員が70.80人のボギー車では大量の乗客をさばききれず、小倉付近の線路容量も相まって輸送能力は限界に達していた。さらに1953年の時点で北九州線には開業時に導入された木造電車が13両を残存しており、その置き換えも必要となっていた。そこで西鉄では輸送力増強及び 旧型車両の代替のため、北九州線向けの新造車両を、ボギー車よりも多数の乗客を輸送することが可能な、連接車へ切り替えることを決定した。合わせて、福岡市内の路面電車網であった、福岡市内線向けの新造車両についても、輸送力増強のため新鮮車両を、ボギー車から連接車に絞ることになった。そして、1953年から、 北九州線で、翌1954年から、福岡市内線で、営業運転を開始したのが一連の連接車である。側面線1 1 a b 北九州線向け車両、福岡市内線向け車両とも、製造当初は、両運転台式の二車体連接車で、終電装置や、制御装置を搭載した、A 車と補助電源装置や、空気圧縮機を搭載した、 B 車で構成されていた。両車体をつないだ一両あたりの全長は1 8 4 0 0、mm、トル全幅は2 4 0 0、mm、トルで、運転台よりは曲線通過に備え幅が絞られていた。パンタグラフを含んだ A 車の全高は1953年、1954年製の車両は3 9 3 7ト、mm、ル それ以降は 3940mm で統一されていた。車体は北九州線の20両及び福岡市内線の1115両1101系5両が半抗性。それ以外の車両は全金属製で双方とも雨どいが屋根状に存在する張り上げ構造であった。前面は悲観通式で中央部に H ゴムで固定された大窓部分。 その両側に小窓が設置されている窓配置であった。前小灯は中央大下部に1個設置されていた一方、2個設置された微灯の位置は路線や編成によって異なっていた。折り灯式の上高扉は車体右側に2箇所、左側に1箇所存在し、側窓は上部が H ゴムで固定されているバス窓と呼ばれる形状であった。 座席はすべてロングシート、定員は130人で、冷暖房は搭載されていなかった。台車は、運転台寄りの2台が、動力台車、連接部の1台が、付随台車で、動力台車には2機の主電動機が搭載されていた。出力は導入された路線や、製造年によって異なったが、どの車両も従来のボギー車と比べて、全長あたりの出力が、 1> 約1.5倍に向上しており、これが講述する三車体連接車への車体延長が決定した要因ともなった。台車は製造メーカーによって、形状も構造も異なっていたが、枕バネにコイルバネを使用し、オイルダンパーを搭載する点や車輪計 660mm、固定軸距 1500mm という寸法は統一されていた。 運転台からの速度制御は主に東洋電気製造、一部に日立製作所製の間接自動制御方式を用いた。市内電車に加え、北九州工業地帯の都市間列車という側面も、有していた北九州線向けの車両と、福岡市内の中心部を走る順前たる市内、電車であった福岡市内線向けの車両には、形式や微灯の位置など、 以下のような差異があったほか、同じ路線の車両であっても、製造年による違いが存在した。これらの中で、唯一両路線を走行した経歴を持つ 1055AB については、車両番号の表記位置を除いて、製造当初から北九州線向けに準拠した仕様となっていた。北九州専用車両の3代目塗装線型が、最初にまとった塗装は、 車体の上半分が赤みがかった、クリーム色、下半分がマルーンというツートンカラーであった。これは1 0 0 0系の導入を機に、軌道線に採用された配色で、北九州線や福岡市内線など軌道線で、使用される多形式の電車のみならず、大牟田線など鉄道線の車両にも波及し、1960年代から1970年代末に、かけての西鉄における、 標準塗装となった。福岡市内線で使用された車両は、この塗装のまま廃車された一方、北九州線の車両は、ボギー車とともに1975年から1976年に、かけて上半分がクリーム色、下半分が濃いイエローという塗装に変更され、さらに1980年以降は、車体全体が濃い赤色。 そうかにクリーム色の帯が配された塗装となり、連説車に関しては2000年の廃止までこの外観が維持された。北九州線向けの車両は全車とも線型という形式名が与えられ、1953年から1964年まで中断期間を挟み、計12年にわたって64両もの大量生産が実施された。製造を担当した企業は、 川崎車両、近畿車両、帝国車両、日立製作所、日本車両製造、九州車両と多岐にわたったが、車体の寸法や機器の性能は全車とも統一され、部品の標準化やメンテナンスの合理化が図られた。特に主電動機はすべて東洋電気製造製のものが用いられ、最終装備車となった 1062AB1064。 AB 以外の車両には TDK-534A 型が搭載された。一方、台車に関しては、車輪系や軸挙こそ統一されていたが各車ごとに異なる形式が用意され、川崎車両が投入した OK 型のように、最新鋭の台車が使用される場合もあった。最初に導入された 1001AB、1010AB は、反抗性車体を有する車両であったが、 長期にわたる製造の中で以下のような改良が実施されていった。連接車の大量増備以降も北九州線の利用客は増加の一途をたどり、1961年の1日あたりの利用者数は最高値である457,232人に達し、ラッシュ時には2車体連接車を40秒間隔で運転してもなお積み残しが発生するほどになっていた。 そこで、さらなる輸送力増強のため、西鉄は連接車用の中間車体を新たに製造し、路面電車車両としては、日本初となる三車体連接車を導入することを決定した。新規に製造された中間車体は C 車と呼ばれ、全長 5300mm の車体には、乗降扉がなく、A 車、B 車と同型の側窓が4枚並んでいた。 座席は全席ロングシート、定員は30人で、天井には蛍光灯が4台設置された。新規に製造された台車は、主電動機が搭載されていない、付随台車であり、車両出力は、改造前との変更はなかった。基本的に改造対象となる車両と同じ、製造メーカーが手掛けたが、 最後に三車体化が行われた1052.1053の C 車は製造コスト削減のため九州車両によって作られた導入計画が立てられた1962年初期の段階では試作車として北九州線に加えて福岡市内線にも三車体連接車を導入する計画が立てられており実際に 1201KS1202AB 向けの C 社の発注が行われた。だが、福岡市内の道路状況悪化により認可が降りず、余った車体は、北九州線で使用されていた日立製作所製の 1045AB の増結用に用いられた。最初に改造が実施された1 5 4役部は1962年12月1日から営業運転を開始し、同時に一部の停留所に安全地帯の新設や、 増設が行われた。以降1964年までに北九州線向け車両の内合計7両が三車体、連接車となった。運用に際しては、筑豊電気鉄道への直通運転も含めた専用ダイヤが組まれ、後年には全面下部左側に三両連接車と書かれた専用のヘッドマークが設置された。この三車体連接車は、 すまつ区方直方間を10分間隔で眼光する運用を中心に朝夕のラッシュ時において絶大な威力を発揮したが同時に重量増による運転速度の低下や定員を増やしたにもかかわらず扉数は従来のままだったためそれによる乗降時間の増大などの問題も抱えていた最初に製造された川崎車両製の車両は 試運転を経て1953年10月27日から営業運転に投入され、翌年4月までに反抗生車20両の導入が行われた。それに伴い、北九州線に最後まで残存していた木造ボギー車は、福岡市内線へ転属し、同線の輸送力増強及び老朽化が進んだに、軸車の置き換えに用いられた。その後、 1958年からは車体を全金属製に変更した連接車の大量生産が開始され、北九州線の輸送力が格段に向上したことに、加え、余剰となったボギー車を福岡市内線に転出させることで前述した木造ボギー車を置き換え、同線でもさらなる近代化が図られた。長期製造の中で、 多数の改良が実施されていったことから、初期の車両については、窓枠や乗降扉の金属製部品への交換、車内照明の蛍光灯化、側面方向膜の搭載など、後期の車両に合わせた改造が順次行われていった。また、製造当初は、両側3カ所の乗降扉すべてに乗務員が配置される、スリーマン方式であったが、 合理化と効率化を図るため1968年から1969年にかけて通万方式に改められ、乗降扉の自動ドア化や放送装置の配置などの対応工事が全車両に実施された。1962年以降は三車体連接車も導入され、1000型は朝夕のラッシュ時を中心とした多客輸送で絶大な効果を発揮したが、 同年に制定された新産業都市建設促進法による地方分散化の促進や工場の移転、縮小による沿線の人口の郊外への流出、それに伴うスプロール化によるモータリーゼーションの急激な進行により、同年以降北九州線の利用客数は減少し始めた。さらに、翌1963年には起動時期の自動車の通行が認められた結果、 混雑に巻き込まれた路面電車は定時運転もままならなくなり乗客の減少と運賃上昇それによるさらなる減少という悪循環をたどり1970年の1日あたりの利用者数は30万7736人にまで低下したその結果次第に余剰となっていった線型は1977年から 始まった筑豊電気鉄道への上渡を皮切りに、廃車が開始された。1984年からは、上渡を伴わない廃車も、急速に進行し、三車体連接車は1987年をもって、姿を消した。そして、北九州線の路線網が、黒崎駅前、折山の 5.1km となった1992年の時点で西鉄に残存したのは、 反構成車として登場した 1020AB と、当初から全金属製車体を有していた 1024AB の2両のみとなり、両車は2000年11月26日の全線廃止までラッシュ時に用いられた。最後まで冷房装置は搭載されなかった。福岡市内線向けの連接車は、製造年や製造メーカーによって以下の4形式に分けられていた。 全車とも廃車時までに車体連接車であった。1954年に導入が開始された1001、型を皮切りに 1055AB を除いて、合計35両が導入され、朝夕のラッシュ時に加え、平和大球場での野球の試合をはじめとした、イベント時の多脚輸送にも大きく貢献した。反抗性車体で導入された1 0 0 1系1101、型については、 後年に木製部品であった乗降扉や窓枠を金属製のものに車内照明を蛍光灯に交換したほか、1968年以降は北九州線向け車両と同様に通満化工事が施された。だが、利用客減少の結果、1975年11月2日に行われた第一次廃止をもって、 福岡市内線の連接車は全車とも運用を離脱し、廃車された。北九州線の転属は行われず、解体された車両も存在した一方、多くの車両は、各地の鉄道事業者へと譲渡された。北九州線や福岡市内線で余剰となった、連接車の一部は、北九州線と直通運転を実施していた地区法。 電気鉄道をはじめとする各地の路面電車事業者へ譲渡され輸送力増強に大きく貢献した。また、それらの事業者からさらに別の事業者や企業へ再譲渡された事例も存在しており、以下双方をまとめて解説する。これらの車両については、蓄区電気鉄道2100型を除いて、全車とも屋根状に冷房装置を搭載する改造工事を受けている。 2003、1956年の開通以降、直通運転を行う西鉄北九州線の電車を借用する形で運転が行われていた筑豊電機鉄道は1976年に導入した元福岡市内線の1 2 0 1系1301型が初の自社所有車両となった。翌1977年以降は、 北九州線で余剰となった線形の譲渡も受け、これらは三車体連接車に改造され2000型として運用されている。また、同じく北九州線から譲渡された線形の一部は、原形のまま2100型として使用されたが、1988年以降製造された3000型への機器教室や、列車本数の減少、老朽化により2006年までに、 全車廃車されている。3 0に広島県を中心に公共交通事業を展開する広島電鉄の路面電車路線には福岡市内線で使用された1101系、1201系、1301型が譲渡された。最初に導入された1301型は全商灯の移設などの紹介像や 塗装変更を除きそのままの姿で、営業運転に投入されたが、他形式の導入が始まった1977年以降は、共に編成変更や、微灯の増設、乗降扉の改造、方向膜の大型化、1 1 0 1系の、吊り掛け駆動方式への変更などの大改造を受けた、上で、広島電鉄発の三車体連接車である3000、型として運用されている。 五0十四ラッシュ時の輸送力増強のため、1976年から1979年に、熊本市交通局が運営する、路面電車路線へ向けて、福岡市内線の線1型が4両上とされた。駆動装置は、製造時の中空軸並行、カルダン駆動方式がそのまま維持されており、2019年の時点でも五0十四 a b が在籍する。 筑豊電気鉄道に譲渡された旧北九州線向け車両2車体連接車の2100系のうち最後まで在籍した 2103AB については2006年に川崎重工業へ譲渡され同社が超低商電車向けに開発を進めるニッケル水素電池ギガセルの試験車両として用いられた広島電鉄に譲渡された旧福岡市内線向け車両のうち 1101系、1201型が、種車となった3 5 3 0 0 6については、路面電車網の建設計画を進めていた、ミャンマー国鉄へ採用とされ、750型とともに、路面電車路線として電化が行われたストランド線で2016年1月10日から、使用されたが、利用客の低迷に伴う深刻な赤字を理由に、わずか、 半年後の7月に運行を休止した。三つみ、老人福祉施設に保存されている 1024AB2019 年現在、北九州線で最後まで使用された 1024AB が、福岡市の介護老人保健施設である三つみ、老人福祉施設で、生体保存されている。一方、過去には、カシーカエンに、 福岡市内線向けに製造された1 0 0 1一1 0 0 1 a b が保存されていたが後輩が進み、2019年の時点で既に解体されている。ありがとうございます。